はいどうもこんにちは、牛です。今日も、えー、開封動画を上げていきたいと思いますまたねちょっと何本かソフトを買ってきましたんで、えー、開けていこうかなと思います今日はですね中古ソフトが2本と新品1本でございます、まあ、最初はじゃあ中古からやっていこうかなと思いますまず1本目 ファークライ2でございます。これね、まあ、ホビーオフ、ハあのブックオフか。ブックオフで売ってまして、もう、俺、ずっと欲しかったんだよね。たまたま見つけて、<laughs> まさか売ってるとは思わなかったですけど、これ、本当に欲しかった。あのまあファークライシリーズは僕は、ファークライ4だけはやったことあって、4はね、まあ、それなりに楽しかったんですけど、 まあその後なんかまあファークライの動画とか調べていく中で2が結構なんかその表現が細かいというかそういうなんか比較動画みたいに見てうわ2やりてえなと思ってなんかその銃で撃たれた時の兵士の痛がり方とかあと山火事になった時のその燃え広がり方とかが なんかその最新のファークライとかよりも結構ねリアルというかなんかそのリアリズムに基づいた感じの燃え広がり方だったり痛がり方だったりするんでなんかやってみたいなっていうことで買ってみましたこれ確か互換後方互換対応してるんで箱1でできるんじゃないかなと思うんでね 今度やっていいいきたいと思いますこれほんと近々やりたいと思いますずっとやりたかったんでねまず1本目、えー、ファークライツ2でしたそして2本目いきます2本目はこちらです、えー、戦場のバリューキュリアリマスターですねこちらを開けていきますこれも前から狙ってましてまあ売ってたんで買いました、まあ、これシミュレーション RPG っていうねいわゆるその 普通の RPG とはちょっと違う。まあ、レベリングとかのそういう要素はあると思,う思いますけど、まあ、ファイアーエンブレムとかみたく、なんかその配置とかで結構、配置とかその、なんでしょうね。まあ、兵士の配置とかを考えて、で、まあそ、それとまあ、その能力とかが掛け合わさって、みたいな感じで攻略していくと思うんですけど、センバル買いました。 これはなんかストーリーめちゃくちゃいいっていう話でやりたかったんでね、買ってみました。なんかその、紹介動画的なのを見た感じだとそう、なんか、人間のその差別とかそういうのをちょっとフォーカスしてる部分があったりとか、そういうのを乗り越えていく人間ドラマが見えたりとか、そういうのがね、 なんか僕はちょっと楽しみだなっていうことでずっとやりたかったんですけど、まあ、PS3 版はよくこれ見かけてたんですけどリマスターはまあんま見てなかったんで今日はねあまあ今日はっていうか今回はリマスター変えたんで買いました変えたんで見つけたんでねずっと欲しかったんで嬉しいですこれもそして3本目ですね3本目は新品でございますこちら えー、PS5 のデスループでございます。これはね、嬉しい。これね、なんと新品なんですけど、3000円です。<laughs> 2980円ぐらいかなって売ってました。これはびっくりしたね。まあ、デスループって PS5 専用ソフトなんでしょうかね。Xbox シリーズ X では出てないのかなあれかもしんないね。独占タイトルなのかな これもね、なんか気になってよいて、ベセスダのゲームですけど、これ、抜けない。この新品開けるとき大変ですよね。<laughs> あれ何これペリってならないな。どこだこれ。これか。これなんかその、デスループっていうぐらいなんで、いろいろな場面をループしてクリアしていくみたいな感じなんでしたっけ タイムループを断ち切れみたいなこと書いてありますこうかなんかまあいろいろスキルとかもあるのかなステルスと一触即発のなんたらみたいなだからまあステルスとドンパジがその共存してるというかねそういう遊び方になってくるのかなとでコード入ってるんで隠します <laughs> まあ、これコスチュームのコードだと思うんで、あんまいらないんですけど、こんな感じです。まあ、デスループに関しては、これなんで安いんだ別に評価悪そうな感じもしないけどね。まあ、ベセスダのゲームだからな割と、ね、信頼はあると思うんですけど、まあ、単純に PS5 が普及してないからっていう理由はあるかもしれないですね。あの、ゲオで、 コラボデューティーのバンガードが PS5 版と PS4 版両方売ってて PS4 版は高いなんか56000円したんですけどえっとね5版が4000円ぐらいかななんか1000円か2000円かちょっと差があってまあ多分そういうことなんだろうなと4の方がやっぱ普及してますしそういう部分で多分いやす高いのかなとで5はまだまだね いまだに買えてない方も多いと思いますんでそういう面で、まあ、そ,のそのままの値段じゃ誰も買わないということで下がってるのかもしれないしまあそのよ多くね生産しその生産ゲーム機の生産台数に対してのソフト過剰なのかなっていうねいっぱい作りすぎて市場に余ってるから安いのかもしれないんですけどこれはちょっと驚きでした。 そういうなんかだから4番の方が高くて PS5 版の方が安いっていうなんかわけわかんない現象が今起きてるっていう面白かったですよだから結構そういうソフトがねあるんであのゲオとかそういうなんだろうリサイクルショップみたいなあの中古ショップ行った時にね5版と4番の値段比較してみると結構ね面白いと思いますんで皆さんもご注目してみてくださいということでじゃあ今回はこの3本を 開封してま,いりました、まあ直近でやりたいのはやっぱファークライ2かな戦場のバルキュリアもやりてえなー、まあこれはでもなんか結構長くなりそうなんでちょっとそういう期間を設けてねこのゲームしかやらない期間みたいなのを設けてやりたいですねまあデスループもねまあ最近ちょっと最新ゲームできてないっていうのもあってデスループもねちょっと視野に入れておりますんでまあ何やるかは ご期待くださいませ。ということで、今日今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。